心はゆるっと、気付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はこちら、おしゃれ二重大根。若いママに二重大根じゃちょっと寂しいななんていう時に、この時期卒園式や入学式、入園式にどうぞおすすめしてやってください。それでは行っちゃうよ。まず帯回します。お太鼓系の場合は柄止まりが脇でなくてもいいんですよ。脇である必要がなくて、柄止まりは体の背縫いの真ん中でいいということになります。なので最初から背縫いの真ん中にしてしまうと、締めると移動するから、少し脇側にセッティングして回していきます。若いままだったら帯はそんなに下げる必要ないですが、ですがあまり帯が上がってしまうと、それはそれでかっこ悪いので、帯を上げない方向で着付けていきたいと思います。背縫いの真ん中で帯幅を広げるのは、これは振袖も同じ、色無地や訪問着なども同じです。だいたいまあ17センチぐらいですかね。お背の高さにもよるんですが、17センチぐらいってことは2センチぐらいは広げたいというわけです。これ同じように帯も回してきますよ。そして今回の帯は、実は手が上になっています。手が上で結んでいるので、普通のお太鼓の垂れが上とはちょっと違いますが、脇まで持っていって、上に上げて、剥がして、手を上にして、一結びしてください。ここで次に必要なのは三重仮紐です。そして手をお太鼓の上に上げていきたいので、一旦止める意味でも手を開いてもう一度折っていきます。そして折り返しているものを手前2本に入れて、そしてもう一回上げて、ここで手前の1本にくるりんとしてください。そして開きます。上に上げていた羽は静かに下ろしてあげましょう。手の柄が見える範囲だけの幅にしたいところです。こんな風にしてお太鼓の上に羽をくるくるっと作っています。次はお太鼓を作っていきます。垂れ元をもう一回締めて、一回広げてから、もう一度3分の1ぐらい折っています。これが二重太鼓の上になるところです。そして垂れの先、お太鼓分に少しだけ折り曲がる分を計算して重ねてください。この結び目よりも根元は一手分ぐらい開くと余裕がありますね。このようにして二重太鼓を作りたいんです。そして整えて、右端に2枚の垂れが重なるようにきれいにしましょう。そしてお太鼓を乗せていきます。枕を乗せていきます。お太鼓枕、ちょっと元気のいい高さのある枕にしています。薄ペチ枕じゃないです。そしてきれいに整えて、この上に、結び目の上にやはり乗せています。体の真ん中に枕が来るようにお背中に押し付けて前に回しています。この時場所ももう一度確認して、枕はしっかり締めて、いつもと同じ帯の中に沈めます。その時もう三重仮紐は飾り結びにする予定がないですから、帯揚げとかをね。なのでもう中にしまってしまい、脇まで枕と同様に落とし込んでいってください。
そして帯揚げをかけますが、この時大事なことは、お太鼓のこの端がきれいに下にみんな揃って落ちていることが大事です。それを確認して帯揚げをかけてあげてください。今日は色無地らしくビンズの帯揚げにしています。一回預けて、そして平打ちの帯締めは華やかな方が、柄のある方が上前に来るようにしてセッティングしてあげるといいですね。一番手前に乗せて太鼓の大きさを測ります。この時後ろにある1枚目のタレにお太鼓が、そこで大きさが決まると思ってください。そこも含めて平打ちの帯締めをかけて、胴に回す手の部分はないのでその部分を測ることなく太鼓の下に帯締めを合わせてしまって OK です。そしてそこから先はいつものお太鼓と同じです。しっかり押さえて前に送ってあげます。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫なことはすべて同じです。平打ちなので今回はことぶきで結んでいます。ことぶきは結び切りの水引きのように結んだ先がみんな上を向いています。こうして結び、二重太鼓ですが、一重目はお太鼓一種、二重目にこのようにして少し角を取ったお太鼓が二枚目にあるというわけです。上にくるりんぱして乗せている羽はそのまま静かに無理のないところを目指してください。そして裏が見えたところも お背中になじむようにしています。この色無地はたまたま門もありますので、ちょっと門も見えなくなってしまうと残念なので、門も見えるところにしているので、比較的枕は低めのところになっていると思います。形付けとしてはやはりお太鼓の風合いをなくしてしまわないように、お太鼓の下線はピシッとしているようにしたいもんですね。ピシッとさせて中側にあるお太鼓も上手に重ねていってあげてください。少し若いままの想定でタレもしっかり長さを出していますから、枕があまり高いのがなかったら中にコットンなどを入れて調節するのもいいと思います。可愛らしい若いママにご提案として、華やかな帯結びとして卒園式など入学式などにご提案してみてはいかがですか。こんなにあっという間に簡単なの、どう？簡単でしょ？やってみて。